ああ、綺麗な川やこれ。もう社長のご自宅です。昔はね、ここに工場があったらしいんですよね。え、ソメイヨシノ満開？ちょっと横を通らせてもらってね。わあ、すみませんね。申し訳ないです。工場はこの奥にあったんですね。昔は。今の当主が第33代です。室町時代からここに住んでます。後醍醐天皇が後醍醐天皇の時はね、ここではなかったと思うんです。あ、そうですか。間違うんですか。この先にね、はい、今山が見えてくる。山あるか、はいはい、あの山にね、はい、米田の城があったんですよ。おお、じゃあ米田さんというのは、じゃあ城主なんですか。この辺一帯を支配した豪族ですね。豪族の方、でほらそこ、はい、ちっちゃな、ちょっと見にくいからね、ここ分かりにくいんですよ。ああ、これちょっとこれ右ですね。はい、分かりました。ここ入っていくと、はい、ずーっと行くと、はい、小泉神社まで10分ぐらい、10分ぐらいですね。はい、本当に気が向いたら上上がりますわ。はい、偉すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとね、今ねここまで送ってもらったんやけどね、ここにね脇上の道にもなったのでね、これ右やで、ちょっとね狭いんですけどね、これ10分ぐらい上がると国見神社があるんで、ちょっと上がってみましょう。いけるかね、電池が持つかね。これ30分は電池持ちませんな。スマホもあるのはあるんだけどね、どうやろう。スマホは手持ちやもんな、今日な。これでも撮るか、仕方ないね。はい、10分ぐらいかかるようございから。不動産屋のお父さん、国見屋盛んに言われるんやけど、俺車で行けると思って来たんやけどね。な、車で行けないんやって。あれ、これ車行けんかね、これ。これ行けんことないぞ、この感じは。こうなんかね、なんか祀ってあるんやけど、なんだろう。ちょっと狭いか。あ、車の跡ないね。国見山。あら、お姉さん来たけど。これ見るわ。どっちだ？すいません。したらね、はい、イノシシとかあんな入ってきたらあかんからね、はい、柵はしてあるんですよ、はい、でそれを上げてくれはったら上げて入れますか。入れます。すいません、ありがとう。その国見神社、ほんだら突き当たりの、はい、あ、階段登っていかはったら、はい、ありますので。ありがとうございます。すいません。石段っていうか、石段、石の階段、はい、石段をずっと登っていかはったら、ね、はい、なんか道がええからこっちが思って、ね、ここずっとまっすぐ行ってくれはったやつ。ああ、間違えますね、これね。こっちの道が感じいいからね、はい、いや、こっち行ったら行きませんね、はい、こっちね、はい、はい、すみません。道の通りのとこをずっと行ってくれはったら10分ぐらいで自然と行けます。はい、ありがとうございます。どうもすみません、ありがとうございました、はい、山道やからね。山道、はい、これで行きますか。はい、大丈夫ね。行けます、行けます。ありがとう、はい、どうもすみません、はい、はい、こちらそうですわ。ちょっとね、見た感じがね、道が、いや、山道です、ほんまに。右の方に行った方がね、なんか道がそれだし道みたいやけど、これ、ほんま山道やな。もう草がボーボーしてますわ、これ。墓地の間はね、こっちも墓地でね、こっちの、右の方も墓地やね。この間はずーっと歩いていきますよ。すいません。で、行かしてもらいますわ。墓地でございますからね。こんにちは。じゃあ、すいません。
タンポポがいっぱい咲いてますよ、タンポポが。はい、国見峠、国見峠言われたかな。そんなこと聞いたらな、車で行けると思ったら大間違いで。見てくださいよこれ、山が見てくださいよ。だんだん狭くなりますね。俺は車で行きませんわこれ。おお、虫がぶら下がってる。シャクトルビジでしたね今のは。これは大変だ。もう5分ぐらいあるでフラフラなってるし。お、下ってるぞ。下ってますね。じゃあちょっと下ってみましょうか。これは、これかけないか。やっぱこっちやな。え、やっぱこっちやろな。まっすぐ言われたな、私は。それは不動産のお父さん、こう、中学生ぐらいの時に先生と一緒になんかいろいろね回ったようなおっしゃっておられたけど、私はあんまりこんなもんな好きじゃなかったけどな、先生が大好きでついて回ってて言ってたけどね、こんなとこ回りあったんやろかね。だから話聞いてるとね、完全に車で行って峠をおっしゃるから、国見峠とおっしゃっておられたからね。もう峠と言うたらもね、車で行きゃさあで行きましたんか。で上に神武天皇のね墓標かなんか立ってる家で、そんなことおっしゃっておられたんやけどね。あ、これか。これがねイノシシよけやから、開けて入ってくる言うたね。今開けて入っていいらしいんやけどね、どうやって開けんのやろ。え、どうやって開けんの。はい、はい、回りました。はい、行こう。おお、神社でした。はい、鳥居が、神社じゃなくて鳥居でした。鳥居が。これ上がっていくと石段があるとおっしゃっておられたけどね、石の階段が。はい、石の階段見当たりませんね。上ではカラスが鳴いてますけどね。こんなもかけないか。ただ灯籠と書いてあるだけですわ。灯籠が立ってます、灯籠が。おお、神社見てきました。はい、やっぱりさ、この資料館からやっぱり10分ぐらいかかりますね。10分以上かかるね、これは。ここからまた20分ぐらいかかるおっしゃっておられたんでね、国見峠は。ここ上がってみましょうかね。はい、ここが国見神社でございます。間違いなければ、よいしょ、
国見山頂500m。はい、先にちょっとここでお参りして体力が残っとれば上がりましょうか。500m なら。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。国見山頂です。失礼します。ちょっと上がりましょうかね。はい、行きました。国見神社でございます。失礼します。何にも書いてないね。ここなんか書いてあるよ、これ。高齢ハイレーシャーって書いてある。お名前書いてないね。神武天皇寺の。いや、この山の上にいっぱいですね。灯籠がいっぱいあるんだけど、これ。はい、中島。失礼します。はい、よいしょ。灯籠がすごいことになってんやけどね。ありがとうございます。灯籠だらけでございますけどね、これ。はい、失礼します。このね、凛としたね、すごく素晴らしいね。大きな木が いっぱい見てください。これ、この灯籠がね、こんなに灯籠があっても、これどういう意味でございましょうかね。灯籠だけどすごくなってますけど、失礼しますね。国見神社でございました。はい、ありがとうございます。